ありがとうございます。どうも皆様こんにちは。東京都民の皆様、そして御用で東京にお出かけをいただいております有権者の皆様、私は日本の心の代表を務めております参議院議員の中野雅史でございます。いよいよこの衆議院議員選挙も終盤戦を迎えることになります。私たちはこの東京ブロックからは赤尾由美さんという大変に素晴らしい候補者を擁立をせしめることができました。事業家として、また社会活動の面で大変に頑張っていただいております女性候補者でございます。私が、そして皆様がお使いをいただいております一円玉、あのもともとのアルミ原板、それを製作をいたしておりますのが赤尾さんが代表取締役会長をされております会社で、あの一円玉硬貨を製造いたしておるわけであります。どうぞその辺も後でご本人からご挨拶がございますけれども、ご認識をいただければなぁと思うところであります。はてさて皆様、今北朝鮮ご存知をいただく通りの状況であります。私たちはこの日本の危機、そして北朝鮮の軍事的な脅威、暴走、これを克服する力、決して今の野党の皆様にお委ねするわけにはいかない、そのことをとくとご理解をいただきたいと思うのであります。好きだ嫌いだいろいろあるかもしれませんけれども、やっぱり自民党を中心とした政権でなければこの北朝鮮の脅威に絶対対抗することはできない、これは率直に私の考えるところであります。安倍さんのあの卓越した外交力、そしてもう皆様がご存知をいただく通りのトータルのパワーは、やっぱり自民党を中心とする政権、安倍さん、あるいは河野太郎外務大臣、頑張ってこられましたけれども、今幸いに小康状態であります。ご存知だと思うのでありますけれども、国連で北朝鮮に対する制裁が改めてスタートをいたしております。90日間で中間報告を出すことになっております。ですから北朝鮮が死の子の暴走をすれば別でありますけれども、国連側はこの90日間は軍事的な行動に自らスタートをするということはありません。アメリカだってもちろんそうなんであります。ですから安倍さんもこの解散総選挙という決断は、おそらく国内のトップの方々とも、当然ながらアメリカのトランプさんともいろいろ協議をしながら日程を決められたはずなんであります。ですからこの選挙が終わって11月初め、トランプさんが私たちの日本に、あるいは中国に、東南アジアにということで訪問をいただくわけでありますけれども、重大テーマはもちろん北朝鮮問題ということになるわけであります。このまんまいけば、あるいは年末、あるいは来年にかけて最も緊迫した状態になるかもしれない。そうすれば来年解散総選挙、
これを行うことは実質的に無理な状況になるわけでありますから、今この時に国民の皆様の北朝鮮に対する統一した意思をお示しをいただきたい、そんな気持ちでの私は安倍さんの解散断行ということの決断であったと思うのであります。ぜひその点をご理解をいただきながら、今度の投票日にはまかり間違っても野党の皆さんに投票いただくことがないようにお願いをさせていただきたい、つくづくの思いであります。あえて批判をさせていただきますけれども、小池さんが新しい政党を作られたのはいい、しかしあの政党に尻尾を振って合流をされた民進党、旧民進党というのでありましょうか、民進党の国会議員の方々はいかにも情けない。2年前あの平和安全法制の審議の時に、憲法違反だからこんな法律はダメだ、委員会にプラカード何十枚も掲げて反対をした人たちがあの民進党共産党であります。ましてその人たちは憲法改正に全く反対、あるいは全く慎重と言われる人たちなのであります。それがこの総選挙バッジを改めてつけたくて、自分の信念、秘書を一夜のうちに180度チェンジをして小池さんのもとに駆け寄った、こんなことが政治家として皆さん許されるんでありましょうか。安全保障の問題、憲法の問題、国会議員としての根源的な問題であります。この問題に新年市長を変えるというのであっては、その他の政策課題いつでも簡単にチェンジをする、そんな信念のない国会議員は私たちの日本の国会にはいらないんであります。そうですか、ありがとうございます。まして皆様、小池さんの新党にお呼びがかからなかった人、小池さんの言葉で言えばもう排除、入ってもらう気はさらさらありませんと言われた人たち、まあ分かりやすく言えば小池新党希望の党に混ぜられなかった人たちは立憲民主党という新しい政党を作られました。しかしメンバーをよくよくご覧ください。皆様、最高顧問は菅直人さん、代表は枝野さん、菅直人内閣の時の官房長官であります。幹事長は福山さん、菅直人内閣の時の官房副長官が幹事長なんであります。あえて言わせてもらうならば、菅直人内閣が再び復活したような政党があの立憲民主党であります。私が言うのではなくして、マスメディアの表現を借りれば、戦後最低の内閣だと評されたのがあの菅内閣ではありませんか。皆様、もう私たち東日本大震災大変痛手を被りました。皆様のご支援もいただきました。しかしあの初動対応をはじめとして全くのダメさ加減で、結局はスムーズに大震災の後処理もできなかったのが菅内閣なんであります。今この時に新しい政党を作って頑張りますと言われようが、ぜひ皆様あの時の菅内閣の現実を思い起こしていただきたいと思うのであります。そんなこんな大変残念でありますけれども、本当は
小池さんだって政権選択の衆議院選挙だ、こう高らかに宣言をしたんでありますから、本当はこの選挙小池さんは立つべきだったんであります。残念でありますけれども、結局は野党の総理大臣候補者、未だもって誰にするというのが決まっていない、もしかして昔の名前で出ていますということで前原さんなんでしょうか、あるいは岡田さんなんでしょうか、あるいは枝野さんなんでしょうか。所詮は旧民進党、この方々であります。さっき言いましたように、国の安全保障に責任を持たない、そして憲法改正に何ら具体的なアクションを起こさなかった、こういった人たちに私は委ねるわけにいかない。まして今説明をいたしました立憲民主党、この方々はいわゆる社民党と、それから日本共産党と選挙協力をいたしまして、またこの選挙が終わったら引き続き国会では協力をしようという人たちなんでありましょう。私は共産党に牛耳られるような、共産党が影響力を強く持つような、日本の国政のもう現実はとてもとても予想だにできません。ぜひそのことは皆様にもご理解をいただきたいと思うのであります。正直日本共産党、口先はいろいろいいことを言われております。しかし例えば私がつけておりますこのバッジ、北朝鮮の拉致被害者のことを皆様思い起こしてください。小泉訪朝で5人戻っていただきました。その後ご家族3人お戻りをいただきました。しかしその後皆様、朝鮮総連、孫を方なく拉致被害者、このまさに影の主役が朝鮮総連なんであります。50周年の記念大会に共産党は桑哲三議長が朝鮮総連の50周年記念大会に出席いたしておるんであります。60周年大会の時にも共産党が出席をいたしておるんであります。国民の皆様にはいいことを言い、そして陰ではそういう形で金正恩の朝鮮労働党に取り入りを図る、こんな二枚舌の共産党を私たちは許せない、そう思うんであります。今回だってそうでしょう。もう解散総選挙に追い込むと言って、共産党は早く総選挙をやれ、総選挙の決断を安倍さんが下したら今選挙をやるのはおかしいと、そういう意味でもがいた言葉をされておりますのが日本共産党。私はこういった政党二枚舌三枚舌で国民の皆さんを黙らかす、しかも日本の国の力を弱める、こういう政党を皆様にご支持いただきたくない、心からのお願いでございます。私たちはこの北朝鮮の危機、今ご存知かと思いますけれども、100門とも200門とも言われるミサイルが日本列島に向けられております。一斉発射ということになれば、私たちの優れた自衛隊でありましても 100% これを撃ち落とすということはもしかしてできないかもしれないかもしれない、そういう意味で私は安倍さんにもまた菅官房長官にもずっと言い続けてきておりますのは、陸上配備型のイージスをできるだけ早急に配備すべきだ、このことなんであります。必ず安倍さんはこの選挙終わりましたらその最終判断をされるはずであります。
日本列島に2つ配備をすれば、今現在のミサイル防御能力、これをしっかりカバーしてさらに高度化できるだとすれば、 100% に近い形で国民の皆様にミサイルの犠牲になることはない、国土に北朝鮮のミサイルが落ちることはない、私はそう確信をいたしております。同時に韓国には配備されておりますけれども、サード、このやっぱりミサイル防御も必要であります。私たち政治でありますから、国民の皆様の犠牲は絶対一人たりとも許されない、それが国防の基本でなければなりません。自衛隊の皆さんも一生懸命ですけれども、ぜひそういった防御体制に皆様のご理解をいただきたいと思うのであります。同時に皆様、北朝鮮、これからアメリカあるいは私たちの日本をはじめとして国際社会に核ミサイル開発は今後しない、今までの核兵器はもう廃棄する、こういう形で交渉ということになれば別ではありますけれども、そうでありません限り、私たちは防御の兵器プラス抑止力として対敵基地攻撃能力を持つのでなければなりません。先代の鳩山内閣総理大臣、対基地攻撃能力は自衛権の範囲内だ、国会で答弁をされておりますけれども、残念ながら今まで本当に議論されたことはなかった、ただ単に専守防衛ということで北朝鮮に甘く見られてはダメなんであります。北朝鮮で万一そういうことがあったら、日本は行くぞ、今現在私たちの日本はあくまでも防御の兵器だけであります。しかし一旦関係あるときには、日本もあなた方を一気に一回で行くぞ、こういう形をしっかりと整備をしなければならない。これは私はこの選挙終わりましたら国会でまたいろいろしっかりと配備をされますように頑張りたいと思っておるところであります。党首討論でも申し上げましたけれども、今この選挙では憲法の問題もかまびしいところであります。私たちはもう日本の国柄を表した日本国民の日本国民による日本国民のための憲法、これが戦後72年でありますから、ぜひ作り上げなければならない、その信念でずっと今日まで参りました。石原慎太郎さんが私どもの党の代表の時からこのことを主張してまいりました。今年の4月に私たちは日本の心の憲法草案を出しております。そして皆様、やっとでありますけれども、決して自主憲法とは言わない、今の日本国憲法の改正の機運、これがやっと出てまいります。私たちからしたら物足りないんでありますけれども、とりあえずは手をつけることができなかったこの72年の日本国憲法、一歩でも二歩でも進めばやむなしか、そんな思いでこれから私たちも憲法改正といわれる議論を進めてまいります。やっぱりその中で問題は9条であります。ご存知の通り、この憲法第9条については国民の皆様にも賛成の解釈、反対の解釈があります。日本の憲法学者の7割は自衛隊は憲法違反だという解釈をいたしております。私たちのこの
国民の先盛りたる自衛隊が、そういう二つの解釈で現実存在はいたしておりますけれども、そんなことでいいのでありましょうか。私たちは東日本大震災、自衛隊の皆さんに本当に助けていただきました。やっぱり優れた自衛隊なんであります。そういう意味で私たちは球場にしっかりとこの自衛隊の明記をしなければならない。私たちは憲法草案には明記をいたしております。自衛軍、そしてシビリアンコントロール、このこともちゃんと明記をする。またこれから首都直下型地震、東海だ東南海だ東日本大震災以上の、あるいは被害が出てくるかもしれない。そのためには憲法にしっかりと緊急事態条項を作り上げて、その中で内閣総理大臣のまさに最大の指導力でその対応をするのでなければならない。あるいはよその国から日本がどうだということのためにも、緊急事態条項というのは私はやっぱりしっかりと整備をされるべきだと思うのであります。それもこれからの国会でやっと眠っておりました憲法審査会、具体の議論に入るわけでありますから、私は今参議院で自民党日本の心統一会派という会派で頑張っておるわけでありますが、しっかりその憲法改正の問題についても私は頑張りたいと思います。また消費税の問題が議論されております。私たちの日本の心は結党の当時から消費税を増税する、消費税に手をつけるというのなら、デフレ経済を脱却してからでないと大変だ、そのことで 5% から 8% に上げるときにも安倍さんには厳しく申し上げました。また皆様、 8% から 10% 再来年まで安倍さんの決断で延期されました。この問題が今この選挙でも議論されております。私たちはただ単に 10% の消費税を再々延期すべきだと言っておるのではありません。対案として消費税をどうしても 10% に上げるということならば、消費税マイレージ制度を導入すべきだ、こう申し上げておるんであります。もともとは上智大学の大和田武義教授の発案であります。この頃ビジネスマンの方々にもだいぶ浸透いたしまして、面白い提案じゃないか、消費税マイレージ制度ぜひ勉強したいということで、私たちにもいろいろなアプローチがあるところであります。皆さんが飛行機に乗ればマイレージプラスされます。デパート商店で買い物をすればポイントプラスされます。発想はそれなんであります。発想はそれなんであります。そして皆様がお支払いをいただいた消費税、これを65歳になったら金利をつけて還付をする。平均的なサラリーマンで言えば65歳の時にもう退職金、そして年金がスタート、そして消費税の還付金、これがあったら老後の生活不安、それなりに私は消されるんであろうと思うのであります。広い意味で言えば社会保障です。また減税ということもなるのであります。財源をどうするか、皆さん65歳になったらそういう形で消費税支払った分が戻ってくるということなら、今よりも
質が高い、おそらく毎日の生活を営まれるはずであります。1000円の買い物、50円、100円高くてもいいか、どうせ消費税戻るんだ、こういうことになるはずであります。だとすれば今の消費税の税収と、そういった消費税マイレージ制度を導入することで得られる上振れの税収分があるわけでありますけれども、この上振れの税収で還付する税金は、還付するお金は間に合うんであります。一般財源に手をつける必要はない。むしろこの還付する財源プラスアルファでちゃんと上振れ分で作り上げることができる。これをぜひご理解をいただいておきたいと思います。私はこれから自民党その他の議員さんに語らいながら、ぜひこの消費税マイレージ制度、国民の皆さんの議論も当然必要でありますけれども、研究会を作ってスタートをさせていきたい、こう考えております。街頭でありますから、これ以上の説明は避けますけれども、ぜひ私どものホームページをご覧いただきたい。ただ消費税マイレージというこの名称だけ頭の中にお残しをいただきたいと思うところであります。ともあれ長くなりましたけれども、私たちは日本の心という政党であります。残念ですが、今正直国会議員は私一人だけになりました。しかし政党を作った限り、最後の最後まで選挙はしっかりと臨まさせていただきたい、そんな辛い状況ある意味ではあるのでありますけれども、あえて赤尾由美さんは私たちの考え方に賛同していただいて立候補をいただいたわけであります。1枚目はどうぞ皆様、自民党公認候補の名前を書いてやってください。2枚目、私は3枚目でありますけれども、2枚目の投票用紙は個人名を書くと無効になります。ですから政党名で書いてください。日本の心、日本という2文字だけでも結構であります。心というひらがなで3文字でも結構でありますが、私たちはぜひフルネーム日本の心とぜひお書き留めをいただきますように心からお願いをさせていただきます。この東京ブロックで赤尾さんが当選をする、こういうことになりましたらまさに大ニュースです。正直しかしそのことで私たちのパワーは確実に上がります。そして私たちが日本の心としてしっかりこれからも皆様のご期待に応えられるように国政で頑張る、そして日本の国のために、国民のために、そして次の時代を担う若い世代、孫の世代のためにも、私たちが強い日本、たくましい日本、誇れる日本を残していくのでなければならない、こんな思いで皆様にお訴えを毎日させていただいております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ご清聴誠にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。それでは赤尾由美候補、ご挨拶をお願いをいたします。